橘杏樹です。いやー来ました、来ましたよ。 DMM の何引っかかったって。いや、ちょ、それ言い方が間違えました。うまく引っかかったみたいな。なに、どうした。やばい、エビニクちゃん好きだ。なに、どうした。あれ、ジョー行くやつ。あれ、わぁ、これ普通。いや、これジョー。ジョー、え寝台抽選券をいただいたんですよ。今から抽選受けれるんですよね。どうします、クリさん。これはワンパンマンアニメは全く知らない。あ、そうなんだ。マジでワンパンマン何にも知らない、うん、この大のこと。まあゴッドイートもそうだけど、だから見てる人には申し訳ないけど、まあ行きますわ。3万4000円からです。まあ朝一台だし、まあまあでも行ってますね。投資がリールスピード遅くね。え、1ゲーム目何引いた。レア役、昨今の台であれば1ゲーム目レア役なんかあるじゃない。え、ワンパンマン知ってんの。アニメはね見てるよ、今度3期がやるはず。面白い、面白い。ヒーローたちが街を守ってる世界線なんだけど、ヒーローが職業になってて、でその主人公のハゲが、うん、なんか趣味でヒーロー人助けをやってるっていう、めちゃくちゃ強い、どんな敵もワンパンチで倒すっていう。なるほど、これチャンスゾーンを通せばみたいな台か。最大320ゲームで天井で、チャンスゾーン、ボーナス間チャンスゾーンが6回スルーも天井。なんか多分ゾーンが近くなってる。100機、100機夜行ゾーン、チャンスの気配がするって言ってる。緑だ。おおおおおお、あ、妖怪100匹くれば100キャコチャンス行くのかも。40体で発展しちゃった。さすがにこれはダメか。期待度3、勝利したらゲゲゲバトルまたはゲゲゲラッシュ確定。なるほど、リモコンゲタちょっと弱いんじゃない。聞かぬわーって言われた。ヒーローサーチモード、まあ前兆ですかね。天国かどうかなんですか。あ、いっぱい集めないんだな、ヒーローを。なるほど。あれ？なんか引いた？いや、成功したかも。いや、ヒーローストック、マジでわからないけど、うん、ヒーローストックしたよ。ヒーローストックとはチャンスゾーンに向けてヒーローを集めよう。だからチャンスゾーンの時に活躍するんじゃねえかな。なるほど、うん、お、しかもなんか引いたよ。スイカ、ヒーローストックゾーンだ。オン、いいんじゃないの。あ、エロ、誰、竜巻。いや、わかんない、女の子、緑の髪の。そう、ああ、どっちだろう、2人とも緑だ。妹の方じゃないかな。よっしゃ、あんちゃんソニックっての好きだから、ソニック集めて。ソニック、なんか角刈りのヤンキーみたいなのも集まったよ。え、それじゃないわ、なんか引いた。多分、あ、竜巻も来た。来た。俺なんかこれ結構うまくやれてない、そんなことないのかな。ジェノス、ジェノス強いね。アトミック侍、おー、4人集めた。え、すごいじゃん。いや、これがどうなのか知らないけど。ごめん、すごいじゃんって言ったけど、すごいかわかんない。
これは今何をしている、これは怪人種、あ、チャンスゾーンだ、あら、なるほど、はい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 、行くんだね、継続ゲーム数不定、はいはい、とりあえずちょっと止めるか、だんだんバチバチする、でとにかく前半パートはダメージを取ればいい、リプレイ以上でダメージするから、リプレイとレア子役の引きが重要って書いてありますね、やっぱそういうことだ、 OK、 とりあえず成功させるわ、俺も3万7000円です、122ゲーム、わー、リプレイで2ヒット、もう KO チャンス45分の1、撃破抽選、あ、やべえ、竜巻、あ、危ない危ない危ない、何何何やった、最強の姉、妹、姉、あ、何、ダメだったかも、いや、竜巻がね、竜巻の、え、竜巻ってドイツや、え、こっちが竜巻俺わかんねえいや、もうね、24分の1ですよ、早く KO さして、竜巻つよ、なんか誰か来た、リーゼント、ここで竜巻が来るんだけど、あ、さっきは姉ちゃんの参戦での竜巻か、これは竜巻、普通に竜巻か、いや強いだろこれ、20分の1 10分の1までいったよ、なんかよくわかんないけどすごいのかな、撃破10分の1、9分の1までいってる、もう引いていいでしょこれ、4分の1、あ、チェリー引いた、あ、1分の1、レインボー、え、やった、か、当たったよ、当たったの、さすがにこれは当たった、うん、ありがとうございます、竜巻が全てですよ、よかったんじゃない、そっちで、ちなみに鬼太郎今2台とも当たりなし、それはあれだよ、腕の差だろう、竜巻が強かった、竜巻マジでよかった、あ、ちょっとスイカ投資3万9000円です、ごめんね、いやいや、ここから戻してくれれば何にも問題ない、さあ何をするんだ、黄色だといいけど、そんな偉いのはそうそう落ちてこないとは思うけど、どうなんだろう、あ、なるほど、チャンス告知ね、ワンパンチじゃん、え、ワンパンチそういう歌なの、そう、なるほど、7が揃えばらしかって、なんか昔の5号機のパチソロみたいだな、ボーナスでボーナス収入に面白そうだね、楽しい、いやでもむずいと思うよ、多分俺分かる、竜巻が本当にいろいろやってくれたってだけで、お、レア聞いた、竜巻のおんぶね抱っこですか、めちゃくちゃ竜巻のおんぶね抱っこだね、こっちも竜巻来ないかな、ちょっと来たろ、弱いしよ、塗り壁とか、塗り壁に頼れよ、塗り壁なんか、なんか大きいお椀で飲み物飲んでるだけだもん何これ、親父は親父、親父マジ出てこない、親父チャンスキャラなんじゃない、全然出てこない、いや俺ダメだった、嘘、そんなすぐ終わっちゃうもんなの、まあボーナスだね、普通に AT じゃないから、あ、そういうことか、なんかまあデフォだろうなこれ、じゃボーナスはちょこちょこ取れんのかな、なんとも頼もちヒーローが控えてるかもしれんぞ、うん、そうね、いやでもね、チャンスゾーンがちょこちょこ取れて、あ、うまくいきゃって感じだね、まあでもあと1個なんだよな、コインアタックチャレンジだ、これをレア役で基本行くのか、チャンスゾーンに参加するヒーローを獲得するゾーンだと、なるほど、はいはい、とりあえず取っといた方がいいの間違いないな、
まあそれはそうだな、リプレイ、チェリー、弱地スイカ、レア役引けんだな。おお、チェリー引いた。あ、強調だ、しかも偉いの引いた、引いたけど、うん、なんかまあ、とりあえず取れた。あの、いや、ストックしといた方がいいの間違いないから、これお、よっしゃー、取れた、よしよし、2人取った、全然いいでしょ。何が起きてるんだ。あ、今、竜巻だえ、偉いじゃん、うん、いや、あの、キャラを今取る、はい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 、そう、リプレイ以上引いて、さっきそれで4年来たから買ったんだよね。いや、これはね、さっきとまた違うやつやってるんだ。そう、あ、でもこっからヒーローストックゾーン行くんだ。へえ、ってことはあのチャンスゾーン当たったってことかも。あ、後ろ向いてる、あ、前向いた。話だけ聞いてると何やってんのか全然分かんない後ろ向いてる、前向いた、後ろ向いてたね、埼玉が。おう、前向いた、で前向いた、レア役で、あ、また後ろ向いてる、前向いたどういう状況なんだろう。あ、取れないの、スイカでくれなかった。あ、あ、お前かよ、カブトだ。いや、さすがにこれ取りたいな、もうジェノス。いや、ダメなんだ、竜巻、お前しかいない、マジで俺にはもうお前しかいない。さあ、4万7000円、容赦なき追撃、容赦ねえな、竜巻10ヒット、やばいやばいやばい、竜巻やべえ、強いな、強い、いや効かないのよ。あ、やべ、効いたか、竜巻いなくなった、おじいちゃんおじいちゃんになってる、気づいたら15分の1までいった。でもでもおじいちゃん強いんじゃなかったっけ。あ、そうなの、違った14分の1、いや、おじいちゃん頑張れ、いや大丈夫、10分の1までいったよ、すごいね。あっ、これでか、なんだなんだ、来ました、取りました、1分の1ですか、多分10分の1取った、うん、よーし、246ゲーム47000円、ちょっとマジで AT 欲しい。いや、こっからこっからよ、ワンパンチして、あ、本当に、よくやった、ナイスだぞ。あー、おか、いや、中チャンスコップでいこう。まだ1回もチャンスゾーンもらえてないよ。何にもしてないってこと、何にも、何にも、ちょっと、いや、踏ん張ろう、うん、まあ、しょうがない、もうしょうがない、もう、うん、もうやるしかないから、ね、うん、よし、とりあえず当てる、俺もう AT まではなんとかたどり着かせるから、よし、え、ボタンプッシュ出たからもう思わず押しちゃったら、ラッシュ入ったわ、あんちゃん、え、嘘、なんかダメだったんだけど、うん、終了画面でボタンプッシュ出て、なんかもうなんだよと思ってすぐ押したら入った、やったじゃん、助かる助かる、何枚出ます、7000枚、7000枚、よろしく頼みますよ。7000枚ってなんかいいね、万枚とかじゃないのか、それは欲深い、7000枚ね、7000枚ぐらいちょうどいい、まあやってみましょう、もうとりあえず結構知らないで打ってるといいの言ってるよ、はい、いや、鬼太郎来なくてよかったかもよ、あ、俺はもうバトル、あ、そう、大変そう、2台とも未だ動かず、はい、いや、でもそっからでしょなのかな、うん、
なるほど、リプレイね、アタックパートでダメージで減らせばいいんだね。はいはい、あ、後ろ向いてる、前向いた、あー気持ちいい、かけ子、アタックパートかけ子、何いや、かける5だって、だから2500だ、あ、かけ子で2500か、何が起きてるか、あ、一発いった、15000、コア破壊もう2個もらったよ、偉いのかな。いや、なんか始まり出してるぞ。本当。うん。これベルージュにしたら続くんか。うん。ベルで終わらなそう。5000。あ、終わった、終わるんだ。なるほど。なんかバトルかなんかなの今。バトル、そう。で、コア破壊はもらったけど、まだ使わないってことは、終わってから使うんか。いや、でもなんかいい。多分やれる。ご乱心。でもコア破壊チャレンジ5個はたまるな。これがいったらどこなんだろう。なるほど、お、揃った、破壊、あー、なるほど、1個破壊してる状態か。お、女2人はべらかして花火見に来てますよ、こいつ妖怪なのに。焼き焼こうゾーン、わあ、やっといった、チャンスは、いや、ごめん、これはただの前兆です。あ、そうなんだ。もう荒れてきてるからさ、聞いてるとババアだジジイだとかさ。あ、でもなんかちょっと今までにない演出が来たよ、うん、今回は。落ち着け、大丈夫だよ、ほらほらほら、いっぱいこういう苦難を味わってきたら俺ら今まで、うん、大丈夫だよ、たくさんの不条理も乗り越えてきた、そうだろ、うん、大丈夫だよ。お、初めて50超えました、60。おーおーおー、なんか怖いの来た、怖いの来た、にまだまだ発展しちゃう、まだまだ3、さすがにこれはやっとじゃない、やっとじゃない、ふう、でも土産入道なんだ。いや、でもこれ多分なんかチャンスアップあるでしょう、さすがに。さあ、コア破壊チャレンジ行きますよ、この後。これ行かな、これだから結局破壊して上位行かなかったらもう終わるってことだ、 AT は。期待度 50%。 中尾は右のナビジャッジ。なるほど。あー、なるほど。左はセーフでウィン、ローズね。え？なんか引いた？破壊成功点だけど。引いてるわ。レア役、はいはいはい、1個あと3個でしょ。1回ミスは OK、 2回ミスったらダメ。成功した、いいよ、マジである、マジであるぞこれ、あんちゃん上位、あ、本当に、あるある、何が起きてんの、最上位があるけどね。いや、俺コア破壊チャレンジあと2つ破壊すれば、嘘、行く、頼めます、ちょっとこっちも、大丈夫だ、もしかしたらようやっと、あれでも全部位置が一緒だ、よしよし、あと1個、やっとチャンスゾーン来た、825平米、でも始まるぞ、始まるか、始まる、よしよし、いった、なに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 、いったよ、 BBBB、 BBBB って偉いやつ、偉い、それは偉いだろ、え、それは上位、一応これが上位って言われ書いてある。でこの後に最上位があるんだけど、それは多分プレミア的なもんだと思う。なるほど。いや、
すごい、素晴らしい。クズさん1セット10ゲームプラスアルファでループが 90%、 トータル突入1260分の1、まあ期待枚数は1300枚って書いてあるけど、まあでもまあここで頑張れば、はい、あんちゃんやっとゲゲゲバトルに入りました、ようやくです。ね、投資がですね、私もだいぶいっちゃいました。39,000円、前半で技レベルを上げて後半のバトルでジャッジ、最終ゲームの子役入賞で AT の子。なるほどね、最近そのパターン多いですね、最終ゲーム大事みたいな。いや、あんちゃんこれ R 39,000円、本当に、うん、俺47,000円、わらこれこれね、だから10-0は笑えなくなるから。そうだね、ちょっとちゃんと10-0がないかもしれんけど、そうだからある程度やっぱ出してプラスにしてハッピー、ハッピーで終わろう、まあ、それでいい。仲悪くなりたくないもん、クリさんと仲悪くなんのこれすげえ負けたらやばいよ、やだなよし、いきます。最強の男、まあ、5個ストック、ストックというか5回はいけるってこと。多分これあるうちは負けないですよね。こっからスタートか、なるほど。何今チャンスゾーンやってんの。あるうちはね、よし、じゃあこっちも、こっち AT 期待度 51% なんだ。うーん、いいキャラが来てほしいね。あ、これさっき隣の人戦ってた矢吹丸、あ、90% でこっちが来ちゃうんだ。なるほど、じゃあもう大体これで、これの勝利期待度は 47%、なんか引かなきゃきついんだね。よし、なんか引いた、リプレイ、技アップした、カウンターしろ、おーおー、陽気面陽気面、1アップ、よし、もうリモコンゲタまでいった、来たろ、うわ全然いけない、ラスト、よっきめ引いた、1個は上がってるはずなのよ、レベル4までいったよ、めっちゃブルブルしてたけど、レモちゃんちゃんこ、子役取れなかったからの、え、ダメダメ、もう一度だ、来たろうって言ったけど、よかった、あ、当たった、いい風が吹いてるよかった、すっごい風吹いた、当たったってことね、よかったよかった、やった、当たった、よかった、頑張って、いや全然だって一撃ある台でしょ、いや分かんない何も分かんない怒ってんじゃんちょっと大丈夫だよ、とりあえず激励ラッシュには行くみたい。初当たり時は基本的に AT レベル1の墓場ステージからスタート、猫娘チャンスや激励ボーナスで AT レベルアップしていくらしい。なるほどね、お隣は猫娘チャンスからちょうど向こうも当たってスタートしてんだ、いいな。ステージ昇格抽選行ってみます。何何ゲゲゲロックって、最初だけロックしてくれるってこと、
なんか言ってんな、バーストだって。プラス2ゲーム。あ、上乗せ特化層みたいなことか。うわー、パワーゾロ言わないか。なるほど。お、チャンス目引いたからのフォーキー。おおお、ババアババアババア、陽気め。おお、陽気めとチャンス目の複合。これなんか欲しいよ、さすがに。陽気め引いたけど、あ、カットインチャンス。ホールドが終わっちゃった。あ、何プレイジしてる。猫娘ちゃん好きだ。何なんだよ猫娘チャンス。すげえ耳に入ってくるけど何か分かんねえんだよな。私も分かんないです。いや、出しちゃい、何枚出てんだよ今。もう結構出てるだろ。全然だよ、100枚だよ。あ、54枚だよ。ふざけんなよ、全然だよ。つまり増やすところっていうよりかは AT レベルを上げるためのチャンスゾーンなわけだ。おー、レインボーだよ、もう扉閉まっちゃった。昇格した、昇格確定。やった、 AT レベルアップ。おお、リール、リールどえらい回転してますよ。何十ゲーム、あ、もうそれで終わりなんだ。なるほどね、ずっと続くわけじゃないんだあれが。はあ、激闘に行った。継続期待度が上がったわけだ。さあ行くぞ。おい、あ、チャンスになった、全部溜まって。あ、さっきこれでバーストいったんか、なるほど。なるほど、ゲーム数なのってもこういう感じか。やべやべ、これを3回やるとダメってことか。なるほど、よし。いや、これなるほど、90パーか。いや、いけるな、俺は負けない。今8撃目ね。うわ、あと1ゲーム。継続ジャッジがあるんだ。なるほどなるほど、スンと終わるわけではないと。継続ジャッジが AT レベル2でいったので、リプレイ以上でチャンス 38%、 陽気目で。なるほどね、最終ゲームはとにかく陽気目以上引けば 100% と。なるほど、結構難しいぞこれ。いきます。とにかくレアーク。リプレイだ、やった、継続確定。ナイス。なんか最後に3ゲーム間引き戻しみたいなゾーンがあって、そこで今リプレイ引いて戻しました。ナイスナイスナイス。よし、俺も大丈夫、いけてる。いや、緊張する。いや、全然まだ続いてるよ。すごいね、今ね、もう750枚くらい。お、結構出るの早いですね。 2.5 枚だからあれだけど、うん、これをやり続けて負けないで、後いつかで来るチャンスで最上位。なるほどね、そこ行ったら多分えぐいと思うよ。なんか引いた。あ、ブースバーストだ。弱チェでもいいんだ、なるほど、ありがてえ。
これ赤じゃない、これ赤だよね、これ何があんだっけ、まあ、でもそれ一角って言わなかった今言ってないか、よし、え、あ、え、あ、これだけ、あ、じゃあこれが3ゲーム乗ったよ、うん、なるほどなるほど、いやでもまあなるほどなるほど、オッケーオッケー、これ乗るんだね、どういうこと、これどっち、どっちをやればいいんだ俺はこの順同士でこれやればいいの、はいはいはい、なるほどね、こういうことね、仕事してチャンス目ラスト、厳しいよ、引いてんのにチャンス目、戻す戻す戻す、リプレイ上だ、引け、うわーラスト、やれるんだ、そういうことか、そういうことか、あんちゃんって昔さ、うん、陰キャだったの学生時代、今も陰キャだよ、本当、あの今が陰キャなのは知ってる、初めてじゃあ彼氏できた時はいつ、お中学生、わ早いじゃん、でもほら中学生らしいよ、あお付き合いね、一緒に帰るみたいな、うん、これあとあんちゃん10ゲームとかなんだけど今した方がいい話めっちゃ大事、結構今ヒールついてんの、あ、いやしなくていい、あの俺が同じことの繰り返しだから、うん、ちょっと暇で話しかけただけだから別に全然無視していい、大丈夫マジでこれ難しいんだって本当にこんな苦労して入れたのにこんな難易度高いんだと思って、かった、よし、かった、頑張って、あ、よしよし、なんかカットイン来た、カットインじゃないけど演出が、陽気めか、陽気め、カットインチャンス来てる、あと8ゲーム行くぜ、うわでも青いな、多分偉いのあるよね、だよね、まだチャンスなんでしょ、おお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 お、騙すなよ、カットインチャンス終わっちゃったし、うわ、あー継続ジャッジ、あと引き戻しの3ゲームです、陽気めでいい、引け、終わった480枚ラッシュ4、それ天国とかあんの、さすがにあるか、今の台だったらあるね、多分ね、ニャニャニャとは言ってますけど、それが何の資産なのか、ニャニャはいい資産な気はしないけどなとりあえず僕は今1000枚はいく、今1000枚、もう1000枚出てるよ、だからこれが 90% なのか、一応今継続です、分かんない、終わる気はしない今のところまだ、いやもう続けて本当に、いや続けるよ、まんまい、まんまい7000枚と言わず、まんまい、AT 終了後は150ゲームプラスアルファまでのチャンスゾーン当選期待度が約 66% と高い、なるほど、じゃあやっぱりそこやめせずにここは打っていいとこだ、もし高設定ならその辺で活躍しだすと思うよ、朝一一発目を抜けた後、なになになに、バーストもらえた、
赤だ。四角ってやっぱ言ってるね。めちゃめちゃいい。ああバーストはもらえなかった。でもなんか、まあ、チカッて光ったけど、あもらえた。最強の男だ。やった、安心感。よし、危なげないぞ今のところ。マジで本当に3回目まで行ってないですからね。危なげなくやってる本当。もうひたすらセット継続なんですか。そうだね、ひたすらやってる。ゲーム数は載せとかないんだ。あるんだけど、うん、たまに。でもそんなに載せない。さっき一番頑張って20ぐらい載せてみたいな。そんなもんなのか。え、やべ、初めて3回目まで行った。やべ、何3回目って何だろう。ファイナルジャッジ、初めてだ。ピッチってこと。いや、ラストだね。3回中1回でも中ナビを出せばいいの、ね、よ。その中真ん中ナビをずっと俺は3回目まで行かずに出してたから、初めて来た。お願いします。よし、出た。防いだ防いだ。すげー。 OKOKOK。 あぶねー、マジで危ねえ。いや、めちゃくちゃやれてるんじゃない。いやでも言うて1500枚出てるよもう。いや、すごいすごい。やれてるやれてる。ありがとう、くんにさん。大丈夫だよ、くんにさんって言わなかった今。言ってないです。お前も滑舌ちゃんと言え。お前今くんにさんって聞こえたぞ俺今。くんに山直人とか言ってないです。言ってないです。お前マジで誹謗中傷だぞそれ。お前言ってないです。やじゃない、ゲーム名くんにさんってちょっと。やとかの問題だよ、俺どこにも出れねえよ俺。なんで表舞台に来たんだって言われるよ。確かに。すげえなんかアングラない世界。いやそうだよ、アングラだよ。やっぱそういう人好きそうだね、アングラの。なんか三浦淳さんじゃないけどさ。え、私三浦淳になりたいんですよ。でしょ、わかるわかる。だからそういうあの歌もやって、絵もやって、文も書いて。いやああいう人ってね、え好きな人はほんと好きじゃない。そう、私だから俺も嫌いじゃないんだけど。女版三浦淳、女版王権になりたいの、はいはい、大月健二さん。そう、あ分かる分かる、大好き。あでも好きそう。いいよな、うん、なるほどな。いろんなことをやれるに、まあ好きなことを。そうです、全部好きなことで仕事に今してるから、まあ、だからある程度何かで結果さえ出すまで頑張ればそういう風にできるからね。今その頑張ってる途中。最初はな。今までで一番辛かったことは、くんにさん。いやお前今明らかに言ったな今。いやいや、くりさんって言いました。俺でもな、なんだろう、別に特別ない。いやしんどい時はいっぱいあったよ、悩み悩んで。それを吉本いる時とかは、うん、お笑いも大変そうだけど。そう、でも大磯ロングビーチの前言ったかな、うん、この番組で。知らない。大磯ロングビーチの高飛び台あるじゃん、はい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 、上から飛び込む、うん、あれの10メートルかな、15メートルか分かんない、結構高いとこで、素人がそれやるのはまあまあですよね。いやそこで漫才やらされたことがあって、でお客さん下にいるじゃん、うん、プールの下の方に。聞こえてんのみんな。俺らはマイクあるから聞こえてんだけど、うん、向こう笑ってるか笑ってないか全く聞こえねえから。なるほど。俺今何やってんだろう高飛び台でと思って飛び飛んでとか滑ったから飛び込むとかもう考えるじゃんこっちは。うん、でも絶対に飛び込むなよって大磯川から言われてたから。そうそう、それやったらお前らマジで二度と呼ばねえかなじゃないけどぐらい言われてたから、何もできず、ただ高いところで、ただ高いところで漫才やって帰ってきた時は不安だったな。受けてた。それ確かにね、なんかあのよくコロナ禍でさ、うん、
あの配信でライブとかやったミュージシャンとかがやっぱ観客いないから不安だったっていうけど、はいはいはい、そうそう、そんな感じ、なんか、そんな感じ、まあ、あのそれに近いものありますよね。そんな感じ、やっぱオーディエンスの反応がないとね。いや、でも大丈夫だよ、クリさん。何が多分滑ってたと思う。いや、アンジュ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 、お前、その俺をいじってる場合じゃない。今なんかこんな会話してた時に終わったんだけど、うん、え多分滑ってたと思うじゃねえよ、お前ふざけんなよ。嘘、え、だってなんか全然終わる気しないみたいな。いやいや、だから10ゲームごとに訪れるから。いや、1566枚。ちょっと待って、終わりだよ。終わった。引き戻しとかもない。うん、いや、まあでも、まあ、いやでも頑張った方だと思いますけど、これでも天国あんのか。投資が2162枚の回収が1504枚、マイナス658枚。終わるの、クリさん。とりあえずね、今切りいいっちゃ切りいいのよ。なるほど。だから、いや全然打ってもいいけど、うん、時間的にもそん多分何やかんやかかるから、なんか違うの打ってアンジュを待つか、パチンコもある。アンジュどうしようかな。いや全然どっちでもいい、本当。俺は全然何もあれだから、何にも分かんないからさ、ただ何もあまりにできてないから、ちょっともう一回当たりは見たいなと思ったんですけど。なるほどね。まあまあでも大変な台だってことはね、理解できた。まあ最後パチンコちょっとチャンスかけるか。ちょっと一回下見てくるわ俺。わかりました、うん、ちょっとその間に当てとこ。おーおーおーおおお、言うてたら強チャンス目と複合引いた一番偉いやつだ。マジ、いきなりカウントアップ演出みたいなの来た。なんかアンジュと会話してて俺分かったけど、多分だけど、はい、うん、アンジュと喋ってる感じ、お前まだそれ打ちたいだろ。悔しいんだって。いや、分かる分かる分かる。いや、いやだから打っていいよ全然。本当、うん、いやなんかクリさんのさ、うん、あっちは結構楽しそうな瞬間があったじゃん。こっち今なくて、でゴッドイーターにちょっとコインできたからリベンジしたいけど、うん、まあ埋まってるし、ね、ちょっとこれに期待。強チャンス目とパチスローもね、時間かかる台しかないから。いや、そうですね、そうだね、うん、ちょっと下覗いてきます。頑張って、全然打ってて。ちょっと頑張る、うん、なんかあったら館内放送で呼んで。わかった、うん、館内放送で呼んで、わかったなんだろ。いや、呼ぶ呼ぶ迷子の栗山直人くん呼ぶから。よし、またカウントアップ入った。70体で、ねえ、3までは絶対来たよね。ただもうこの3ね、よしよし、もう1個行ってくれ。8点だ、よし。これ当たった時の行き方めちゃめちゃ熱い、さすがに大丈夫。でもリモコンゲッタだ、あれじゃない、指鉄砲だっけ。よし、チャンスだ。もうここにかけるしかない。もう一回どうしても巻いてやりたい。よし、いきます。428ゲームだったね。でも今いつも鬼太郎なのに引いたね。よし、塗り壁が来た。よし、リプレイで1個上がって頑張れ鬼太郎。よし、引いてる引いてる。もう1個上がってこの調子でいくぞ。いいぞいいぞ、チャスメ引いた。あ、容器解放、レインボーだ。当たったんじゃない。アンジュ当たったっぽいな。あ、おめでとう。あ、もうここで風吹くんだ。やったやったね、粘ってよかったね。よかったよかったよ。よし、
とりあえず2回目のラッシュできる。じゃああんちゃんラストチャンスだよ。じゃあもう、はい、頑張ります。ぶっ込んでくれよ。俺その間に出しとくから。頼む。ああちょっと分かんない。なんかでもケージうまそうでしたもんね。そんなことはない。俺、うん、俺めちゃくちゃうまいよ。なんかねさっきねちょっと歌舞伎物って多分もうあだ名ついてると思う、店員から。あ、そうだね。この1回目はロックしてる15ゲームをいかに使えるかだな。よし、チャンス目、チャンス目もう2回引いてるよ。ただやっぱ墓場ステージだとどうしてもさ、一発目をどんだけ通せるかだな。ビビ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 、陽気目当たった。陽気目だけか。カットインチャンス生かせ。青いけど猫娘。おお、やった、猫娘チャンスもろた。なんかいいのか。いいな、良さそうだな。普通にあの、まあ、一応 ST がもう一回巻き戻されます。はいはい、はい、でここでレベルアップしないときついね。さっきみたいなのがあれば。さっきうまかったのかな。もう決まったようにいったもんな。おお、いったいったいった。よしよかった。これでとりあえず ST50 ゲームはついてくることになるから、よし、レベルアップいたしやした。よし、レベルアップした。ここでもう一回猫娘チャンスだ。カットインくれ。結構このカットインチャンスが大事だってことに気づいた。あー、2ゲームだよね。2ゲームだ。せっかくあげたのに。行きましょう。リプレイ以上。うわ、引けないな。うわー、下がったー。墓場ステージもう一回あげよう。継続ジャッジ、引き戻し頼む。フリーズしろ。あ、リプレイが引けない。あー、終わったー。328枚。厳しい。一応この後また150ゲーム以内のチャンスゾーン期待度は高いんですけど、でもこんだけしかないからこれ見て終わるか。そしたら今からパチンコってなるんだったら。うわ、次ゲームでリプレイ。クリさん終わった。あ、終わった。終わった。ダメだこれ。はあ、どうしよう。いや、まあしょうがないっすよ。時間も時間だから、まあ、全然ですね。ここで終わるか。じゃあ、ああちょっと多分この後100ゲームとかまたチャンス、ああまたゾーンにはなってくるんだけど、それやってると切れないですもんね。まあね。よし、じゃあここで終わります。終わります。まあ切りないですもんね。はい、お疲れ様でございます。お疲れ様でした。いやー、なかなか大変な一日でしたね。いやー、なんか結果乱れ打っちゃったな。まあでも3台打っちゃったからな。僕はもう本当に敗因というか、良くなかったゴッドイーターでやれなかった。いや、まだ全然打ちたかったんですよ。寝台で僕は打ったことなかったし、でもこれ以上はもうちょっとあれだなっていうので寝台抽選行って、まあワンパンマンとね
取れたんで打ったけど、まあ、ワンパンマンそれなりに出たんで、まあでもね、あれはプラスですよ。すごく上手でした、はい、ちょうど私が逆に寝台行っちゃったのがどうだったかな。あ、結局だろ。いやでもそれは俺もしょうがないと思う。ただ一応こう設定した今日みたいなの出たし、だから、ね、実際良かったかもしれないじゃん。朝一ハマっただけで、そうで時間が足んなかったから、あ、結局聖夜もでもそんな悪くはなかったけど、そうですね、まあ、これはでも今のスマスローズならしょうがないですよ、まあ、どっかでねトリガー引けなきゃこうなっちゃうんで、やっぱりしょうがなかったかなと。まあ、時間が必要なんですよ今の台本当に。まあということで僕は、うん、投資がちょっとパチンコで4000円使ったのかな、うんうん、だから全部で5万1000円5万1000円投資で回収が1500枚、うん、アンジュが、4万5000円使って、はい、おそらく250枚くらい最後流せたはずなので、はい、うん、4万くらいはいっちゃってるかなと、うん、なるほど。まあ、2人合わせるとね3000枚くらいかな。となると、うん、10ゼロはどっちにしても10ゼロは3000枚はきつい、ね、やめてほしいね。いやなんでその笑い方、いやなんか自分も占いババアみたいななんか笑い方だったよ。嫌なの。3000枚きついね。3000枚はなんかもうあのクリさんに背負わせるのも嫌だし、だ私もせっかく、いやそれはまあ、いや俺も嫌だよ。でだから、丸いのはノリ、そう丸いのはノリ、ノリなしでもまあそれなりに多分一緒くらい負けてる。あ、アンジュの方がきついか、うん、でもまあ負け負けだからまあいいとしても、うん、丸いのはノリとかそれ で一番いいのはジャスティン翔。それが一番いい。そしたらだって翔さんが投資分持って、そうで回収分はクリさんに行くほとんど自分で回収したやつだから、あれプレゼントということでもらいますから、それはいい。それはいい。何もなしだから、であいつちょうどなんかちょっと前にいろいろあったから、うん、ちょうどいいじゃんこれで。だったらだったらね。でも10-0でもじゃあ文句言うなよ。先に言っとくけど、あの翔さんと一緒にするの文句言わん。どんな結果でも、はい、受け入れます。緊張しちゃう。もうこれ、あ、見えた。これでこうめくっていけば、これ数字から出んのかな。いや、名前だと思う。名前からちょっとじゃあ、うん、いいですか。もう名前だと思うよ。前分かっちゃうんかな、名前で。ずん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 。あ、そうだよ、名前で分かっちゃうね。あれ、これほら、アンジュって書いてなかったらもうタッチ、うん、シュですもんね。ショウとアンジュは立花、立花だから、あ、じゃあ同じとこか。ってことは名前からってことは、これもう名前ノリなしはないわ。今クッて見えたじゃん。そうだ、あれノリなしだから。クリはそうかそうか、ここ真ん中ノリなしだから。一気に言っていい、いいよいいよいいよ、一気に言っていいよ、一気に言っていいよ。3000枚3000枚いきますよ。はい、せーの。え、どっちどっちの絵見るよ見るよ、何の絵。やった、めっちゃいきなりの感じ。やった、やったです。これはやったです。やりました皆さん。やってやりました。あいつは家で寝てるだけでお金がなくなりました。やりました。うちらここだけ引き強いじゃん。あ、いやだからここ強ければ負けない番組なんですよ。言った通りですね、クリさんの。そういうことか。ただ3000枚だな、うん、約。あ、違うわ。3000枚じゃないわ。違う。これ買い投資分だ。投資分だから。だから俺らの10ゼロは負け分だけど。45の51だっけ。あ、やばいじゃん。それはちょっと気まずいな。翔さんすみません。いやでもさ、51と45、うん、やば。この間まんまい出したんでしょ。あ、まあ確かに、まんまい出したし、今日番組にね、一応病気とはいえちょっとね穴開けちゃったんだから。あ、96いいじゃん。96 電話しよう、もう電話しよう。電話出ねえかな、今休んで寝てんのかな。翔、お、大丈夫か。もしもし、大丈夫か。しんどそうな声で。はい、よく聞きました。熱は引いたの。あ、熱治りました、だいぶ治った。うん、いや、あのさ、俺、はい、2日前誕生日だったのよ。あ、忘れてた、はい、あーとか言って忘れてた。あんなお世話になってるの。いやいや、それは別にいいんだ、いいんだけど、覚えてる、あの、アルアホで誕生日がある月は回収と投資のやつあるって。あるじゃん。 ありましたね。で今日さ、お前休んだの代わりにアンジュちゃん来てくれたのね。あー、すいません。そう、アンジュ、あれね、アンジュ、アンジュです。アンジュが代わりに来ました。すいません、ありがとうございます。はい、いや、そうで、ありがとうございます。2人でいろいろパチスロースマスロー打ったりして、寝台とか打ったのね。うん、でまあもう分かりやすく言うわ、投資お前が持つことになったから9万6000円用意しといて。
お願いします。絶対よ、お頼みますよ。9万6000円安いでしょ。9万6000円。誕生日のカード引いたんだ。いやいや、しょうがないのよ、もう、うん、もうしょうがない。しょうがなかったんです、本当に。まあ、ちょっと今考えれないんで、はいしか言えない。はいしか言えない。そうだな、そうだな。だからもう多分、うん、また寝込むと思うけど、ちょっとごめんな。すいません。またな。じゃあ治ったら飯でも行こうな。OK です。うん、風俗あんま行くなよ。なんすかそれ。行くなよ。他の病気もらうぞ。行くなよ。わかんないよ。知らないふりすんな、風俗。じゃあな、お疲れ。ご自愛ください。わかんないっす。相手風俗ならしたら何ですかそれ。わかんないっす。逆に嘘くせえのよ。ね、これ多分また熱上がりますね、これ。はい。いやでも、しょうがないよ、本当に。96の。はい。まあでも、誕生日ありがとうございます、カードうまく、誕生日あれを引けばいいってことですから。そうだね。そうです。いや、よかったです。これで綺麗になから、やつの、うん、まあ、そのまんまいの時の、別にあれは俺は全然いいですよ。悪いことじゃないけど。あいつ 悪いことしたわけじゃないけど、まあ、ちょっと視聴者の、ね、見てる人が気持ち、嫌な気持ちになった人もいたから、それはもうこれですっきりということで、みそぎを済ませたということで、はいはい、ちょうどよかったんじゃないですかね。いや、あんちゃんありがとう、それ。いや、ありがとうございました。じゃあぜひ普通に、だからまた今日助けていただいたんでね、なんかあった時は本当に、いや本当に今度はぜひ翔さんいる時にも、はい、ね、ゲストで遊びに来させてください、うん、ぜひ来てください、本当にお願いします。いや、ありがとうございます。ありがとうございます、まあ、ぜひ一緒にね、またゲストとして来て3人で来たろうと来たろうと、悔しい、めちゃくちゃ悔しい。いや、ありがとう、本当に、まあ、またありがとうございます。アンジュともいろいろ僕も仕事もしてるんで、そちらの方もぜひね、はい、応援しててくれると思いますよ、本当。 DMM パチタウンから今日は立花アンジュさんが助っ人ということで来てくれました。というわけで、アルアホの1日は以上で終了です。また会いましょう。さよなら。さよなら。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週月曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週月曜配信、デリンゲバ、毎週火曜配信、嵐の松本、毎週水曜配信、キャプテンタク、毎週木曜配信、魚拓とアルセの土とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。